戦いは最終局面。ララを失ったシャア、指導者ギレンを失ったジオ、宇宙要塞ア・バオアクーにて最終モビルスーツジオングに乗ったシャアの目的はもはや一つであった。ガンダムを撃つ。シャア・アズナブル、ジオング、出る。さて、問題は私に明確なニュータイプの素養があるかどうかだ。なんだ、どの方向から攻撃目標は戦闘エリア通過中。急行してください。攻撃目標は戦闘エリア通過中。急行してください。そこ攻撃目標は戦闘エリア通過中。急行してください。どうだ、それで本気か。見つけたぞ、ガンダム。大山だ、シャアか。させるか。やったな。そこ、どうだ。そこか。攻撃目標は戦闘エリア通過中。急行してください。そこか。攻撃目標は戦闘エリア通過中。急行してください。私と戦う不幸はドローンだ。させるか。そこか。そこ。
り着いた。シャーカ、こちらを見つけたな。見えるぞ、私にも敵が見える。メインカメラをやられただけだ。シャアだって分かっているはずだ。本当の倒すべき相手が誰かということを。いるな。アーバーワクーの核へ行ける。できるぞ。そう思える力を与えてくれたのはララーかもしれんのだ。ありがたく思うんだな。貴様がララーを戦いに引き込んだ。それが許せんというのなら間違いだな、アムロ君。何？戦争がなければララーのニュータイプへの目覚めはなかった。それは理屈だ。しかし正しいものの見方だ。それ以上近づくと撃つぞ。君はいかに自分が危険な人間か分かっていない。素直にニュータイプのありようを示しすぎた。だから何だと言うんだ。人は流れに乗ればいい。だから私は君を殺す。本当の敵はザビ家ではないのか。私にとっては違うな。わかるか、ここに誘い込んだわけを。ニュータイプでも体を使うことは普通の人間と同じだと思ってからだ。体を使う技はニュータイプといえども訓練をしなければな。そんな理屈甘いな。やった。やめなさい、アムロ。やめなさい、リーさん。二人が戦うことなんてないのよ。
やめてください。二人が戦うなんて。リーサ、やめてください。アムロに恨みがあるわけではないでしょう。ララを殺された。それは歌役様よ。ララ同士になれ。そうすればララも喜ぶ。正気か兄さん。貴様は野放しにはできんのだ。当たらなければどうという甘いな。このままではやられる。来るのか。今という時では、ここはニュータイプを殺し合いの道具にしか使えん。ララは死にゆく運命だったのだ。貴様だってニュータイプだろうに。この見える。甘いな。やったな。アムロとシャア、二人のニュータイプがこの戦いで分かり合うことはなかった。兄さん、額の傷は。ヘルメットがなければ即死だった。兄さんはどうするのです。やはりザビ家の人間は許せん。蹴りはつけろ。アルテーシアは脱出しろ。お前ももう大人だろう。戦争も忘れろ。いい女になるのだな。アムロ君が呼んでいる。アムロが。ガルマ、私の手向けだ。姉上と仲良く暮らすがシャーか。シャアはアクシズへ脱出するグアジンへ合流する。地球圏を離れたシャアが何を考え、何を起こそうとしているのか、その答えは後の物語を待たねばならない。